どうも赤虫赤崎長尾翔太赤虫マシマシ TV です。よろしくお願いします。さあ今回はかけラーメンまさやさん、はい、というお店、こちら蒲田にあるお店でございます。見ていきましょう、はい。こちらですね、蒲田駅から、徒歩3分、まあ、西口ですね。西口です。で10月5日にオープンしたばっかりの新店舗なんですが、はい、二郎系のですね密集地ですよね、蒲田といえば、まあ、激戦区のイメージはあるんですね。そうなんですよ。で、あの宮郎さんの真裏にあるという、うん、あ、真裏、真裏です。すごいっすね。ということで食券なんですけど、食券制ではございません、はい。メニューがかけラーメンというメニューのみです。かけですね。かけラーメン、まあ、つまり酢ラーメンに近いようなイメージ。何も書いてないんだ。そうなんですよ。はあ。で現金の支払いができない。珍しいです。そうなんです。ね、スイカとかクレジットカードの決済のみ、まあ、入ってまず支払ってから、まあ、出てくるということでございます。こちら、これメニューがこちら、ね、かけラーメン450円、ニンニク増しと、まあ、書いてますけども。いやだって野菜がないでしょ。そうなんですよ。ニンニクを入れるか入れないかだけです、ね、野菜とバターがないもん。ないんですよね。ただその代わりに唐辛子がちょっとだけ入って、代わりになるんですか、代わりになるんですか。まあまあある意味お野菜みたいなね。で立ち食いですね。もう 80% 立ち食い。すごいな。まあそうだね、全然違うんですね。そう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 。まあだから飲み屋さんの後とかにね、ちょっと食べるってイメージでもいいっていうことを言ってました、うん、はい。でスープ特に注目してほしい。もうつんざくような濃いスープです。だって油がないからもう本当に非乳化の非乳化でしょ。そうだねそうだね。これマジで一回試してみてほしいっていうのと、その麺なんですけども、はい、麺もちょっと特殊だったんですよ。あのキットカットみたいにですね、真ん中にこう線が入ってんの。なんか、そうで両サイドの食感がもちもち、そしてツルツル、この感覚にすごく秀でているという、でも二郎系なんですか。二郎系です。これは、はい、二郎系と歌ってます。はい。店長さんはラーメンは麺とスープが命なんだという理念を究極にまで、あ、なるほどね、そう再現したら、あ、なるほど、まあ、こうなったと。あ、それ以外のところ排除した、そうそうそう、気づいた先がこれだという、味わってほしいということらしいんですね。で確かに普段よりもですね、こう麺自体のうまさ、返しのこう麺と絡むうまさはどうなのかなっていうのをすごくこう味わうことができる一杯ですね。なるほど。その面では面白い。あ、まあ、野菜の水分量とかの関係でね、あ、そうそうそう、薄まっちゃったりもするから、うん、でそんなこと言ってたカレー粉があるんですけども、うん、まあ、これ胡椒なしでカレー粉がある、これ面白いですよね。あ、普通ね、まあまあ胡椒がね、そうないない、普通カレー粉とかもないの。ない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 、カレー麺にしても美味しいんですが、これなんでかっていうとですね、まず見てください。これ器をちょっと上げてなんかもらいましたね、はい。これなんとご飯がもらえるんですよ、最後に。そうなんだ。そうだから、あのカレーをね、粉があると最後にちょっとラーメンだけどカレーのようにして食べられるという。めっちゃいいね。スープをね、とことん楽しめるというか。そう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 。だここで最大のね、美味しさを発揮できるという部分も計算されてるんですよね。なるほど。そう。で卓上には生卵も50円であるんですけど、はいはいはい、これ美味しいと思って使えないと思ったらまた電子マネーでピッてやっていただいて。あ、電子マネー。そうそうそう、まあ、もう勘弁しちゃいました。勘弁しますよね。カレーちょっと辛いんですか。いや、やっぱりスパイシーな方が強いかな。こう風味の方が強い。なるほど、でもちろんマシマシレベルとしてはですね24という、ことでやらせていただきましたが、で今上から全部40、40、40だったら平均40になるんじゃないかと、ね、うん、思いがちですけども、やっぱり野菜ゼロとかで計算してるんで、あ、なるほど、ね、ゼロの分があって平均20。野菜は平均で除外していいってやつだ今回は。あ、いえ、しっかりと入れさせていただきます。マシマシで、いや、すごい気になりますね、これはね。でしょ、行ってみたいですね。本当にね、僕ね、あのよく食べる方ではあるんだけど、実は、はい、蒲田で2杯目に行ったんですよ、二郎系の。なるほど。そう、だからどっかのお店で本当に小腹が空いて何か食べたいんだけども、でもないなって時はもう本当に重宝するお店だった。なるほど、それを多分狙ってんだよ。狙ってますよ。狙ってる。さっき締めで行くのもいいですねって言ったけど、飲み屋の締めだからね。二郎系行ったらの締めで行かないから。狙ってるんでしょ、ね、なんかこれも僕も初の試みだったんで、ここから開拓できるかもしれません。いや、それ気になりますよ、これはね。いや、実際3回行っちゃっても気になるって俺。あ、気になりすぎて。じゃあもう蒲田用事あったら行ってくださいよ、絶対。いや、あの用事なくても行きます。あ、用事なくても行くんかい、はい。ということで新店のね、まさやさんということで、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、まさ、いや、いや、Thank you.
ー